ロードランナーは、かつて、レーランドが販売していた、貨物自動車で、当時レーランドが掲げていた、T45 プロジェクトの最後の車種である。レーランドダフ発足後は、ダフ600、800、1000シリーズとして、大陸ヨーロッパで販売された。1984年に発売された、ロードランナーは、フォードカーゴの競合車として開発され、1960年代の設計に基づいていた。 レーランドスーパー G にとって変わられた。ロードランナーは当初、ポスターや商用車の雑誌、テレビスポットでの大規模な広告キャンペーンで集中的に宣言され、モダンなデザイン、経済性、クラス最高のペイロードの基準が評価され、すぐに国内市場のマーケットリーダーになった。ロードランナーの系譜は45、55、LF と続いており、 ロードランナーの築き上げ立ち位は今日まで引き継がれている。レーランドダフ451990年、レーランドダフはモデルの範囲を合理化した。ロードランナーはインテリアとエクステリアのデザインに一部変更を実施。加えて、社名も変更し、レーランドダフ45またはダフ45と名乗るようになった。エンジン系では、 カミンズ製 B シリーズエンジンのインタークーラー仕様が180馬力に高出力化。全車、ユーロ1排出ガス基準に対応するボッシュ噴射システムが装備されていた。これらのエンジンは全てターボチャージャー付け。1993年末に生産を停止し、ダフ45、55が後継者となった。ロードランナーは北米大陸南部に生息する大道走りのこと。 クライスラがプリムスブランドで販売していたマッスルカー、ロードランナーとの関係はない。また綴りはプリムス製はロードランナーなのに対しレイランド製はロードランナーである。ありがとうございます。